食品日清のラーメン屋さん北海道旭川醤油揚げ麺に液体入り粉末スープがついています。麺は中太の角断麺で輪郭は穏やかで優しい舌触りです。噛み切り感もソフトというか粘る感じでやや鈍めです。生麺に似せようとする意図は感じませんし、高級感もありませんが、揚げ麺としては緻密で重量感があります。スープは少し濁り感がある茶色で、豚の脂っぽい香ばしさが味に存在感を与えます。昆布の旨味も特徴的です。辛さや酸味などの刺激が控えめですが、味や香りに隙間や不足感はありません。しかし良くも悪くもダイレクト感やリアルさに乏しく、クッションを返したようなもどかしさがあります。麺もスープも徹底的に角を落として丸く穏やかな性格に仕立ててある製品です。